さあ、青番集会2センターから4コーナーこのあたりで徐々に一列傍聴が崩れてまいりました後方からまず3番の高本がゆっくりと上昇してまいります前で待つのが南関東の2人 青番集会から赤番集会に入ってここで3番高本が抑えてさあ1番の片岡片岡が現在2番手の内付近ここは奥盛りの位置を狙ってまいりましたやはりここは奥盛りの位置が無風とはなりませんただこうなると後ろからの仕掛けはほとんどありませんので高本としてはペースでかけられますでしょうか金が入って3コーナーから4コーナー緩やかな流れ最高方で4番の長尾がこれを見る形となっています さあ3番の高本ここは後ろが並走となりましたあとは後方足を溜めて4番の長尾縦足借揮の場面があるのかどうか 最終周回に入って1コーナーから2コーナー2番手は依然として並走状態そして今度は後ろから4番の長尾が飛び出してまいりましたただ気づいた3番の高本もここはペースを上げてくるさあ番手は競り落として1番片岡に軍配がかかるさらにはアウトコースが4番の長尾なんですがここも1番の片岡がさばいていって3番手は2番の志村が追走4コーナーを回ってくる先頭が3番の高本高本先頭で5輪。